その美しさに魅了され、その世界観に圧倒される。アリエル・リン、蜷川実花、豪華スタッフ集結。天下之变不脱这四人的嚣张。生と衆、二国間の争いが激化する中国南北朝時代、予知能力を持つ付属の末裔節部が出会った。生の第四王子蘭陵王。为何要随身携带这么可怕的面具啊？我就抛下了我的仁慈，变成了一个保家护国的将军。死亡是他的命运，而他就会是你唯一的妻子。我喜欢上了一个我不应该喜欢的人。啊，我们可以走了吗？そして敵国の王ウブンヨウが節部を手にしようと動き出す。不如留在朕身边。啊！你没听过民间流传一句话：得天女得天下吗？玄武姑娘。你怎么回来？我要保护你的，难道你忘了吗？哈！我属于你的注定，不属于我。史上最も愛された悲劇の王。ドラマ界に新たな歴史を刻んだ超大作、待望の日本上陸。運命を変えられるか。杀！蘭陵王。